どうも沖縄県住みます芸人のカシゾレンです。お願いします。さあ本日はこちら糸満漁業協同組合お魚センターに来ております。ここ糸満市はですね、漁業が盛んな場所で、はい、海んちゅの町って言われてます。海んちゅの町、うん、しかもなんか糸満市っていうのはなんか糸満ハーレーっていうのも有名じゃん。すごいハーレーが有名なんですよ。でこのハーレーっていうのが毎年旧暦の5月4日に開催されている一大イベントなんですよ、はい、一大イベント。糸満ハーレーとは沖縄で古くから伝われてきた漁船サバニを漕いで競い合い大漁と航海安全を祈願するお祭りです。毎年旧暦の5月4日に糸満漁港内で行われ、地元客や観光客でにぎわう人気のイベントです。さあじゃあ早速中に入っていきましょうか。行きましょう行きましょう。早く食べたいな。消毒な消毒。あーもうすごい、早速このお魚の香りっていうんですか、本当に海の香りがすごいですね。いやすごいね、新鮮なお魚がもう入った瞬間いっぱいありますから。確かに、はい、いやもうすごいですよこれ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 。こっちこちら、皆さん、こちら高安鮮魚店さん、これ見てくださいよ、このお魚ですか。すごいすごいね。沖縄のお魚ですかこれ。これはね、もう俺一番最初に目に入ったんですけど、これ赤ジンミーバイって、高級魚。赤ジンミーバイ。赤ジンミーバイ。ミーバイっていうのも方言ですか。そうそうそう、ハタの名前。ハタハタ類で、もうみんな値段見てわかるでしょ、うん、やっぱ値段見てこれだけ高級魚、やっぱ4,599円。他にはまたムルータマンとかね。ムルータマン、そうそう。ムルーって何ですか。これムルーっていうのはほぼ沖縄の方言なんですけど、まあタマンも方言なんですけど、ムルーっていうのは集まる。ああ、集まる、タイグ。ああ、なるほど。そうそう、全部方言ですよね。ほとんど方言だね、もうこれはね。ほらほら、すっごいね、こっちね。ほら、もう赤町、こちらシチュー町で、これ沖縄県産のグルクン。グルクンって、ね、県魚でしょ。県魚、うん、沖縄県の県魚となっておるグルクン。これグルクンもやっぱ大きいね、このサイズ。身詰まってますね、すっごい大きい。そう、なんか唐揚げがうまいんですよ。そう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 、唐揚げ、唐揚げ用って書いてるさ。唐揚げだから、もう分かりやすく、こちらの店舗の方が分かりやすく、赤町とかだったらこれ切り身にしてるから汁用とか。ああ、なるほど。そう、分かりやすく書いてるんですよ。これ皆さん見えますかね。これなんと沖縄県産の本マグロ。沖縄県産の本マグロ。そう、沖縄県で獲れた本マグロ。へえ、そう、有名なんですか。もうマグロは沖縄有名ですから、ね。これはね、もうなんといっても糸満産なんです。糸満の海で獲れた本マグロ。本マグロ、じゃあもう釣ってもすぐ。そう、だから新鮮なんだ。じゃあ新鮮、めちゃくちゃ。なんかお値段もなんか結構いいでしょ、はい、いいでしょ、はい、新鮮獲れたてのマグロがこの値段で買えるっていう、財布に優しいですよマグロ。続いて紹介するのは坂下水産株式会社糸満店さんです。え、これすごいやつだ。あ、これ見ます皆さん、これ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 酢飯だ。酢飯、そう、なんか酢飯を買って、でここでいろんな魚があるんだけど、これを選んで上に乗せて醤油かけて食べるっていう。そうそう、なんかイラブチャ。そう、お、これイラブチャ。イラブチャーも有名でしょ。有名、沖縄の独特なあの青い魚。ああ、はい、あれがそのイラブチャーなんですよ。色とりどりの、そう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 、自分の、あ、食べたいもの、世界に一つだけの丼ができるから、自分なりの、自分なりのオリジナルの丼が。そうそうそう、いいですねここ。続いて紹介するのはお魚屋ミーカガン2号店さんです。あ、いやこれすごい、これは勧めたい。でバーベキューやビーチパーティーにおすすめっていうことで、もう新鮮、なんなら生きてます今、貝が。でも、でも調理できる人はいいのに、ビーチパーティーとか無理した。いやいや、これ調理もできるんですよ、ここ見てください、ほら調理あります。あ、本当だ。夜光貝でしたら刺身、船盛りとかバター炒めに、はい、でサザエとか刺身に、でそして蒸し物に、はい、ちゃんとこっち書いてます。あ、こっちでやってくれるんですね。そうそうそう、あ、それはありがたいですね、めちゃくちゃいいやし。こっちもノコギリガザミ。何のノコギリガザミ。ノコギリガザミ。あ、これ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 。
ノコギリガザミ初めて見た初めて見たガザミよガザミこれも美味しい汁物とか最高ここだから言ったら沖縄県産ですからすごっ、うん、いろんなものあるんですよいた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 本物がいたよほらさっき言ってたイラブチャイラブチャ、うん、青ブダイなんかその俺はさその水族館とかで見たことないから生で見たら色こんななんだそうなんだじゃあもう早速買ってちょっと外で食べましょうよ外で食べれる食べれます食べれるんだ食べれますへえー、はい行きましょう行きましょうさあ買ってきました買ってきました平ポッポから行きましょうよいや僕はねまずこのイカスミ汁カスミ汁、はい、美味しいよねインパクトもすごいですからイカスミ汁、うん、真っ黒真っ黒ですそして続いてこちらのグルクンの唐揚げグルクン唐揚げはい沖縄の県魚うんそして最後が魚天ぷら魚天ぷらねでは中本の紹介をお願いしますはい、僕はこちらの魚天ぷらに、イラブチャーとマッチが乗った海鮮丼はい、はい、でこちらがマグロのカブトはいじゃあ早速いただきましょういただきましょうはいイカスミ汁食べますじゃあ、うん、いただきますイカスミ汁うんめちゃくちゃうまいこの見た目はさ、うん、めちゃくちゃこういう感じかなと思うんですよはいはいはい、はい、めちゃくちゃあっさりしててうまいですへえそのイカの風味もちゃんと効いててさ、うん、めちゃくちゃうまいですイカスミ汁炭の感じはするんですかしますへえでもさやっぱ新鮮な感じめちゃくちゃあるめちゃくちゃうまいですイカスミ汁はい、じゃあ早速、僕は、こちらの、イラブチャーのお刺身と、こちら町のお刺身ですね、こちらの海鮮丼いただきたいと思いますいただきますすっごい新鮮だから、うん、お刺身がコリコリしてるコリコリしてる、うん、あ食感もいいんだから食感ですごいからけど新鮮なのこの皮がついてるんですよはいでこれで弾力あるしだからコリコリ新鮮だからコリコリしてるしとっても美味しいです、はい、じゃあ続いてマッチ行こうかなマッチこれマッチもこれ沖縄産なんですよこれねマッチいただきますコメントマッチはねまたちょっと皮の方がちょっと炙られてるんですよ、はい、この感じもあの香ばしいちょっと上が香ばしい皮、うん、臭み全然ないし、うん、美味しいですめちゃくちゃいいな、うん、生で食べれるっていうのもやっぱ新鮮なうちに食べれるのいいないいですよ、はい、もう先ほどだから酢飯を買って上にお刺身乗っければもう自分なりの海鮮丼ができますので、うんはい、こういう楽しみ方がありますこれ以外のお魚も結構ありましたいっぱいありました、はい、うん他にも種類がありますので、うん他にもマグロの兜やグルクンの唐揚げ、魚天ぷらをいただきました。どれも沖縄ならではの食べ物なので、皆さんもぜひ食べてみてください。さあ今回お魚センターさん回ってどうでしたか？いやもう新鮮な魚もすぐ食べれたし、あの沖縄県で獲れた僕が初めて見る沖縄県のお魚も見れたんで良かったですね。ああいいですね。はい、またねこちらの沖縄県漁協協同組合連合会、はい、こちらのウェブサイトで今月のお魚の情報だったり、はい、いろんな情報があのこちらのウェブサイトで見れますんで、はい、皆さんぜひともチェックよろしくお願いします。お願いします。さあということで、こちらの糸満漁協協同組合糸満お魚センター皆さんぜひとも遊びに来てください。以上。カシスオレンジでした。ありがとうございました。